ろう。どうもモカキンです。絶対 P を見れるタイミング違うだろ、そのまま怒られろ。ということで今回はガルパ最新イベント情報をゆっくりお届けしていきます。ちょくちょく生放送中でコメントで教えてもらってはいたけど、どうやらリーク情報通りにロリモカのイベントがやってきたようね。そしてこのゲームには今まで数多くのイベントをやってきましたが、モカちゃんがバナーに出るのは初なんですよね。そのモカの初めてをロリ化させて追加させるとは、モカをシバンドリーマーに課金させようとしてるぜ。まったく、まだ星4でモカが追加されると決定したわけではないですが、もちろん星4で追加されたら全力で引きに行きます。ですがこれだけは言っておきます。私はロリコンではありません。もう一度言います。私はロリコンではありません。めちゃくちゃ必死ね。まあ年始にはドリフェスも控えてるだろうし、課金は無理のないようにした方が良さそうだぜ。ただバンドリーマーやっぱりロリコンばっかだろうし。うわ、すっごい偏見。きっと今回のイベントはもう課金者が量産されるだろうな。もう課金者、モカのためなら無理もできる課金者のことを言う。流行るかな。絶対流行らん。それではそろそろイベントの詳細に移りましょうか。イベント形式はいつも通りの対バンライブ。マリナさんのご褒美でアイテム大量ゲットできるから、これはやり時だぜ。イベント周回のためのブーストドリンク、そしてエリアアイテムの強化が間に合ってない人はお金大量ゲットのチャンスですね。みんなでマリナさんからエネルギーもお金も大量に巻き上げてやりましょう。今のマリナさんから巻き上げたらいよいよ死んじまうよ。え、マリナさんは確か昨日のガルパピコで。マリナさん、最後までサークルのことを思ってて本当にいい人だったわよ。次回のガルパピコは、きっとマリナさんのお葬式ですね。今まで、お金と、ブーストドリンクをありがとう。さようなら。月島マリナ。あ、マリナ推しの皆さん本当に申し訳ございませんでした。さてイベント情報はこれ以上は何もないので、昨日の放送局のニュースを簡単にまとめていきましょうか。まずはハロハピの新カバー曲、エクストラマジックアワー。アニメアマギブリリアントパークの主題歌ですね。閉園寸前の遊園地を復刻させる物語だから、前回のハロハピにショート少し似てるところがあるぜ。あのアニメに出てくる園児たちは本当に可愛いから、ぜひ見てほしいわね。おっと、今度はショタコンだと思われそうなので、アマグリの話はここまでにしましょう。そしてクリスマスイベントとして期間限定で鶴巻家に行けるそうですね。鶴巻家のクリスマスパーティーなんて、ジョージシャンパンタワーが行われてそうだぜ。そんな中、黒服たちがどんな仕事っぷりをしているかとても気になるところだな。そんなところまで描かれてたら子供たちの夢を破壊しそうですね。楽しいパーティーの裏側なんて探るものじゃないわよ。先日発表されたゲーム内の新情報はこんなもんだったぜ。ということで今回の動画はここまでです。また明日から始まるロリモカイベント、対バンライブでブーストドリンク欲しいので、今回のイベントは生放送でも多めにやっていきたいと思います。もしこれが箱入れだったら、アフグロの新曲も追加されそうだし楽しみだぜ。イベントが開始されたらまた初見プレイとガチャ動画を出していきます。今回のロリモカ引きに行くよって人はぜひ高評価よろしくね。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。この動画がもしよかったらぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。この他にも、ガルパの動画やフリーゲーム、生放送もやっているので、これからも見てくれたら嬉しいです。皆さんからのたくさんのコメントをお待ちしております。それではまた別の動画でお会いしましょう。